どうも、ガングマンです。今回はですね、こちらの、食玩をね、ちょっと紹介したいんですけど、ちょっと前にね、X の方で食玩セット大量に買ったんで、また紹介しますっていう風にポストしたんですけど、結構ね、思った以上にたくさんありまして、今回今この画面に映ってるこの食玩たちは、その大量に買ったやつの一部です。なんで、ちょっとね、分けてね、ちょっと多すぎるんで、分けて紹介しようと思います。あんまりね、多すぎると、撮ってる側も見てる側もね、わけわかんなくなりそうなんで、まあ、ちょっとね、わかりやすくちょっと分けて紹介したいなと思います。まだ3分の1ぐらいです。まだ3分の1の食玩ですね。これ以外にまだね、食玩がたくさんあるんで、また順次紹介したいと思います。そして、紹介した最後の動画ぐらいで、値段をね、ちょっと言いたいと思います。まあ、ちなみに4桁です。まあ、皆さんちょっと予想して待っていてください。というわけで、今回はですね、こちらの空画キット、そして空画キットデラックス、そしてアギトキット、この3種類をちょっと紹介したいと思います。で、空画キットに関してはね、なぜか2種類ずつあったんですよね。これはこれでなんかいいかなと思って、はい、購入しました。まあちょっと見てみましょうか。こんな感じ。うん。はい。全体的にね、もう状態確認すべての食玩でしたんで、めちゃくちゃいい状態になっておりました。はい。全然ね、破損パーツとか、欠品物とかもほとんどなくて、はい、すごくいい状態で届いたんで、良かったですね。ちなみに購入したのはメルカリです。いや、全体的にこのメッキっていうのが本当にすごいですよね。はい、こんな感じ。で、両サイドのバックルに関しては特にギミックとかはないです。はい、こんな感じ。めちゃくちゃクオリティ高いですよね。まあ、ちょっと塗装剥げとかしてますけど、こんな感じ。いやー、でもやっぱ24年前の食玩は食玩でメッキを使ってたんだなってことに驚きですよね。はい。そしてこの裏面見るとね、つまみ部分があるんですけど、これをね、こうキュキュキュと動かすことによって、こんな感じで真ん中の円盤を回すことができるんですよね。はい、こんな感じ。ちょっと遊びづらいですけど、まあでもなんか面白いですね。まあ普通に手でこう回してもいいんじゃないですかね。今ちょっと手袋してるんで遊びづらいですけど、そういった食玩になっております。すごいですね。やっぱ24年前ですからね、この食玩は。あとね、この造形とかがね、本当に細かいですよね。周りのね、この文字とかもね、すごい細かいですよね。肉抜きとかもね、ほぼないですからね。2つ目のね、このアークルも一緒です。はい。そしてこちらですね、はい、空画キットデラックス。こんな感じ。さっき見たね、この空画キットとは少しサイズも大きくなって、で、ベルト帯もね、布に変わってるんですよね。さっきのやつはなんかナイロンみたいな、なんていうか、なんかちょっとよくわかんない素材感のベルト帯だったんですけど、今回は布ですね。普通のいつも通りって感じですね。まあ今やもう布もないですけどね。ほぼ塗装ってのがすごいですよね。塗装とクリアパーツ、そしてシールで再現してるといった感じですね。裏面こんな感じ。でね、一応これネジとかがあって、空画キットデラックス、これに関してはね、電池交換は一応できます。できますけど、まあ、ちょっとめんどくさいですね。ここにスイッチが2つありまして、こっちは見えるかな、こんな感じ。真ん中のね、この中に入ってるパーツが、ここのレバーをこう引いたり押したりすることによって回るんですよね。でこれなぜ回るかっていうと、ここのスイッチを押したらわかるんですけど、ほら、すごくない？これ、光る鳴るなんですよ。なんで、空画キットデラックスっていう名前だと思うんですよね。はい、こんな感じ。これでこう回すと、まあなんかデラックス変身ベルトみたいな感じで遊ぶことができるといった感じですね。はい。はい、すごいですね。で、ちなみにこっちの方も全く一緒のギミックです。はい。全く同じやつなのね。24年前、まあ今2024年なんで、24年前のね、玩具、そして23年前の玩具を紹介するっていうのはなかなかね、見ないですからね。空画キットデラックスはね、 YouTube とかで調べたらちょくちょく出てきたりはするんですけど、この空画キットとアギトキットはね、 YouTube であんまり見たことないですね。そして最後ですね、こちら仮面ライダーアギトキットですね。はい、こんな感じ。こうやってフォームを変えることができると、こんな感じ。3種類のモードに変えることができるといった、すごいですね。ちゃんとクリアパーツとシールで再現してて、すごくいい見栄えになってますね。で、これはね、またナイロンみたいな素材に戻ってるんですけど、ベルト帯がね、でもちゃんと
してますね、うん、全然なんか劣化してるとかもないんで、この素材結構なんか強いんですね。これもね、肉抜きがないのは本当にすごいですよね。まあ両サイドのバックルに関しては特にギミックとかはないです。はい、まあざっとこんな感じですかね。布系のやつは多分腰に巻いたりできると思うんですけど、このナイロン素材のやつみたいなベルト帯のタイプのやつは腰にギリギリ巻けないですね。あとちょっとのここぐらいで巻けなくなるんで、ちょっとねそこら辺は残念ですけど、こういうね食玩が昔発売してたということで、はい、なかなか珍しい動画なんじゃないでしょうか。まあ次の動画ではもっとねたくさん食玩があるんで紹介したいと思います。まあ3つぐらいのね動画に分けると思います。結構量があるんで。はい、というわけで今回紹介したのはこちらのクーガキット、クーガキットデラックスアギトキットでした。では次の動画まで、バイバイ。